いやー今日もね暑いです。それに春節戦がガーガーとやってます。おや、お、あの道の向こうにいるのはあれはニャーゴラ君じゃないの？おお、ニャーゴラ君ももう出勤かって言ってもね、今はねもう16時30分です。あ、来たな。なんだよ。うーす。こんにちは。ねえ、なんか今よだれ垂らしたねえ、ねえとか言って、ああ、それじゃよ、ご飯やるからよ、ねえ、じゃあ今日も涼しいとこに行きましょう。よし、じゃあ今日もな、この前と同じどっかこの辺にするかな、この辺のな、ほら、こう日陰のとこな、この辺の日陰にしましょう。よし、じゃあな、ここにしようね、ここなら涼しいよ。じゃあよ、今日もよ、これだよ、これこれね、またブリのアラなんだよな。じゃあこれな、ほら凍らしといたんだけどよ、もう溶けてんだろ、ほら、こう置いとくよ、ほら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 、おじゃんね、私は練り絵でおいくらでも釣ってきます。春節船はね5時になると作業を終えるんで、急にねそうするとここ静かになるんだよね。また今日もここで釣りますか。今日はね釣ったやつ全部ニャゴラにあげないで少しは持って帰ってね、俺も素揚げで食わねえとな。お、まだ釣り道具も用意しないうちにもう食い終わってきやがったよ。早いんだよ。よっしゃ、釣れた釣れた、釣れました、釣れました。ほら、おいかわだ、ほら、おいかわが釣れた、ほら、おお、ニャグラがまた行った行った、ね、ガンガンじゃないよ。はい、結構ね、両型のおいかわが釣れました。また下にはニャグラがいるよ。じゃあよ、最初の1匹はやるからよな。
なんかね、よく見ると2匹いるみたいですね。コニャゴラは2匹いるようです。それではまたね、釣ってあげましょうか。私より先に行ってあそこで待ってるよ。お待たせお待たせ。じゃあまた釣るからよな。変わって言うなよ、また釣るんだからよ。あ、釣れた釣れた。あら、また釣れました釣れましたね。お、またオイカワだ。ほら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 、ほらまたオイカワが釣れた。よしよしよし。あ、ほじゃよ、またやるからよ。これもよ、2匹連続だぞ今日は。あ、もう俺の持って帰るのもあるんだからよ。2匹な、これで。次は俺だからな。分かったね。まあ仕方がね、コニャゴラ2匹いたからな。ああ、もう帰ってきやがった。早いんだよ。走ってくんなよ、頼むよ。歩いてくれいいのによ。今度釣れるのは俺のだからな。わかるね。よし、釣れた釣れた釣れました釣れました。これ俺んだよ、わかるな。よし、追い川だ。よしよしよし、これ俺のだっつってんの。ダメよ、これ俺んなんだからな。俺の。じゃあよ、次釣れたやつはやるからよな。わかるね。ああ、もうちょっとでもおとなしくなると思うとすぐに横になっちゃうのね。ほら、釣れた釣れた釣れたよ。ほら、じゃあこれニャゴラの分な。ほら、じゃあやるから、これほらほら。あ、持ってったらよ、少しうちでゆっくりしてきなよね。すぐに帰ってくんな、頼むよ。あら、それは何、そこで食っちまうわけね。持って帰んないで。あらら、ああ、もうコニャゴラの分っていいのかね。ほら、また釣れた、また釣れた釣れた。ほら、ほらほらほら、釣れた釣れた。じゃあよ、まあ2匹ニャゴラにあげたら1匹俺っていう約束だからな。まあこれあげるけど、ほら。やっぱり食っちまうんだ、ここで。なあ。よっしゃ、釣れた。よしよし、おう、夕方だ。これは俺んだよ。ニャゴラさっき2匹食っただろな。これは俺の。この中入れましょうね。次釣ったらやるからよな。ほら、釣れた。ほら、釣れた釣れた。ほら、おう、元気がいい。おう、また両方だ、これも。ほら、持ってった持ってった。もう帰ってきた。早いね。もうね、餌つけてる間に帰ってきちゃうからね。ああ、
じゃあもう一匹な、ニャゴラの分な、釣ってやるからよ。よっしゃ、釣れた。ほら、また釣れたぞ。ほら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 、釣れた釣れた。あー、これはね、ハスだね、ハス。ニャゴラくん、ハスだよ。ほら、やるぞ、ほら。ほら。おー、釣れた。よしよし。お、なんだこれ。ちっこいのが釣れた。おー、今年初めてのタモロコだ。タモロコが釣れました。ほら、タモロコくんだよ。これはね、今日はリリースしましょう。おお、釣れた釣れた。ほら、釣れた釣れた。いいよ。お、量がたーっ。よし。ああ。針が外れて地上に落ちた途端にニャゴラがかじっちゃったよ。うん、いいよもう。それ本当は俺の分なんだけど、もうかじっちゃったんだもん、ニャゴラ。いっ、ニャゴラにあげる。よっしゃ、釣れた。今度こそね、地上に落とさないようにね、取らないとニャゴラに取られちゃいますから。よいしょ、こっからが問題。よし、今度は落とさないで取れました。終わった。これは折れんだよ、わかるね。まあそういうことでね、ニャゴラくん、今日の釣りはこれにて終わりです。それでですね、今日キープしたのといえば、うわー、たったの4匹だよ。ニャゴラにあげた分があったからな。まあしょうがないね。うん、な。じゃあよ、最後によ、この中からよ、一番大きいやつニャゴラにあげるよ、一匹。ね。一番大きいやつ。と言いつつまた一番ちっちゃいやつなんだけど。まあしょうがないよな。四匹のうちの一匹なんだからよ。な。終わった？じゃあよ、あげるからそこ落っことすから。ほら。ほら。それ持って帰んな。ね。ああ、冷えてんだろそれな。クーラーボックスの中に保冷剤入ってたんだから、冷たいうちに食べてください。まだ生きてるよね。じゃあね、またね、さよなら。はーい、結局本日持ち帰ったのはこのように14センチの及川3匹のみ。でもね、この及川くん、ほら、結構ね、メタボですよ。なんかお腹がね、すごい出っ張ってますね。それで今日はこれ素揚げにするとか言ってましたけどね、結局ね、帰ってくる途中で気が変わりまして、塩焼きにすることにします。調理方法っていうのはね、もうね、至って簡単です。まあ一応ね、適当に鱗を取ってから内臓を取り出して塩を振って焼くだけですからね。焼くときにはこのような焦げ付き防止のアルミホイルを敷いたフライパンを使って焼くと、魚が焦げ付かないで綺麗に焼くことができますよ。はーい、できました。結構美味しそうじゃないでしょうか。まあね、3匹しかいないからちょっとね、少ないんだけどね。でもね、もう缶ビール1本分のおつまみとしてはちょうどいいんじゃないでしょうかね。それでは早速食ってみましょう。それで塩焼きにはタデズでしょって感じでタデズで行くんですけどね、タデの葉っぱね、河原で探したんだけど生えてなかったんですよ。ですからこれはね、去年の秋に作って冷蔵庫でストックしといたやつです。まあ仕方がないですね。まだ時期的に早いのかな。ここでね、ドヒャヒャってこうかけちゃいますよ。それではまずはね、ここ行っちゃいますか。こうね、バシッとね。それでは行きましょう。もうね、及川小骨なんてね、全然大丈夫ですからね。このままバクっていきます。うん、なかなか上品な味があります。美味しいです。非常に美味しいです。及川の塩焼きっていうのはね、夏の味覚ですよ。それじゃあね、今度はね、もうこれね、尻尾の方からね、こうガブッと
ガブッといっちゃいますよ。ニャグラのようにガブッとね。いきます。うん、中骨もね、結構ね、このぐらいの大きさですとね、柔らかいですよ。美味しい。うん、尻尾に飾り地をくっつけたんで、結構でもしょっぱいな、これな。尻尾は出しゃよかった。ほんじゃあね、さらにいきますよ。さらにね、うん、うまい。まあ、この形で食うのがガブッとね、これがやっぱりおいかの塩焼きの食い方かもしれないね。全然骨なんか気になりませんよ。それでは冷たいおビールいきましょう。いやー、今日はね、暑かったからね、今日もね。じゃあ行きます。こりゃうまい。やっぱね、夏の川の小魚といえば何を置いても及川でしょうって感じでね、私ね、実は及川大好きです。